はい、小島南4丁目ですね、沖電機さんのところになります。埼玉県本庄市でございます。マンションの2階のお部屋からですねお引き取りをさせていただきました。本日も便利やハッピーのご利用誠にありがとうございます。7月6日火曜日もう夜なんですけど午後の6時50分もう7時になるところですけど、まだ明るいですね。マットレスとこたつ、大きいやつと、それから、折りたたみのテーブル、座卓ですね、それから座椅子、等をお引き取りさせていただきました。はい、ここは、セレモニーホールさんです。ちょっと階段使ってましたね、息が上がっています。たった今さっき終えたところでございます。ランニング、ジョギングされてる方いらっしゃいますね。お昼ぐらいにお電話いただいたんですね、今のお客様。ちょっとタイミングがあったのと、一人で大丈夫っていう部分で、たまにちょっと大丈夫の時はこんな時間もお寄りさせていただいておりますけども、あまり遅い時間は、お伺いできないと、あと近く、ということで、遠いところもお伺いはできないです。ご了承いただけたらと思います。まだやっぱり車、帰宅される車ですね、今の時間多いと思います。ここちょっと2連チャンで信号ありますので、ちょっとスムーズに進まない部分あるかもしれないですけれども、はい、前原2丁目ですね、この先。ぐらいにお電話いただいてですね、やっぱりちょっと 前からやろうと思ってたらしいんですけど、ためらってて、今日はなんかその、置いてかけてよかったっていうお話をいただきました。もう私もやっぱりなかなか思ってはいても電話かけづらいってありますね。そういう性格です、私の方も。こういう仕事していながらっていうか、いろんな電話を受けながらですね、それを分かってるからこそなんでしょうけど、やっぱ何か業者さんに依頼するっていうか、こっちから電話するのってすごいためらいますね、躊躇します、本当に。なのでメールで問い合わせをするとか、そういう間接的なことでできたらそういう風にしてますね。どんな状況でもやっぱり大丈夫ですので、お電話出れない時もあるんですけど、折り返しかけられる時は折り返しかけますし、ちょっとタイミングが合えば本当にスムーズに繋がったりしますので、躊躇なくご連絡お問い合わせをいただけたらと思いますので、ちょっとやってないことはやってませんし、できないことはできませんので、そこだけはご了承いただけたらと思います。
まあ、不用品回収だけですし、ちょっと現地のご訪問のお見積もりもやっておりませんので、そこもご理解いただけたらと思います。でそれからあの単品でですね、あと無料の回収っていうのもやってませんので、あとその単品でっていうのは合計金額5000以上から受けたまってるのありますので、どんなものに対しても5000円からっていうことになってしまいます。これはちょっともう譲れないっていうか、もうちょっとあの忙しくなりすぎてしまうのがあるんで、ちょっとタイミングと近くとか、あの通りがかりっていう状況でタイミングが合えばですね、お安くできるってこともありますので、その辺はちょっとご相談になってしまいます。まあ、やっぱり、お金本当にかからないで済むようなものを5000円払ってまでっていうのは、やっぱり私も心が気が引ける部分はありますので、そこはちょっとあのご相談っていうタイミングが合えばっていうところで、お問い合わせをいただけたらと思いますので、非常になかなかですね、お電話しづらいっていうのは あると思うんですけども、まあこういう、まあ、電話番だけしてる人がいればいいんですが、まあ、そういうわけにもいかないっていうのがあるので、非常にちょっとご不便をおかけしておりますけれども、不要品、お片付け群馬東部地域限定の格安のリーズナブルな、便利ハッピーまでお問い合わせいただけたらと思います。本庄市南、本庄駅駅南の方ですね、南側を走っております。もうちょっと暗くなり始めますね。ちょっと私の目もやっぱり視界が悪いっていうか視力が悪くてるわけじゃないですけど、こういううっすらと暗くなり始めた時間、ちょっとカメラちゃんとなんか映ってるようですけど、見えづらい時間が一番事故があるらしいです。先ほどもちょっと17号の、本庄市ご案内する前、岡部のところで、追突事故あったばかりの、たった今あったばかりっていう感じの事故がありましたね。やっぱ帰宅時間と前方不注意でしょうけど、ちょっと若い女性の方だったですね。ぶつかっている原因はどっちがっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、ちょっと予想見とかっていうことなんですかね。税務署入り口の交差点でございます。今日は何本、ちょっとやっぱり予想してた通り、ちょっといつ撮れるか分かんないっていうんで、朝方撮ったのがありましたね。それからさっき、そうですね、これ4本目になるわけですね。まあ最初ちょっとその再生リストの方は埼玉北部エリアと群馬東毛地域、東部地域ってことで分けてはいるんですけど、まあ、これはちょっともう2021年7月っていうことです。再生リストっていうよりはちょっとファイル形式っていうか、それまとめてるっていうことで、ちょっと どこがどこからっていうのが、いつの時期かっていうのが分かんなくなっちゃうんで、今月から、2021年7月っていう枠、再生リストにまとめております。YouTube ちょっとこの車載カメラのご案内っていうのも、そろそろ何か何て言うんでしょうかね、秋が来てるのかなっていうのはありますね。おそらくまあチャンネル登録されてる方、今なんか32名ってなってますけど、どなただか全然わからないんですが、その辺はちょっとその登録されてる方、見てる、ご覧になってる方もだいぶもうそろそろ飽きてきてるんじゃないかなと思います。まあ、ですが初めて見る方で興味を抱いていただける方いらっしゃるようでしたら、私もやってるやりがいがあるなと思うんですけど、左側あれジョイフルさんですね。ファミレスがなくなっちゃってますね。この間までやってたような気がするんですけど、さすがにファミレスさんこの通りは厳しいかもしれないです。この通りというかこの場所っていうのが一番ちょっとお客さん入らないっていうのがあるかもしれないです。もうちょっと駅に近い方だったらっていうのはあったかもしれないですけど、どうでしょうか。はい、モスバーガーさん。
ということで、何通りってなるんでしょうかね。ここの通り、はい、ここまでで終了させていただきます。はい、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。